寒いっすね。なのにアイス食べたくなりますよね。結局ハーゲンダッツ。その後かき氷。なことはないよ。この世の中には Wi-Fi を1階から全部飛ばす人間と2階には中継機を置く2種類の人間が存在しています。あ、申し遅れました。私森田です。本日はそんな奇妙な世界の入り口の引き戸のあの手前ぐらいまであなたをご招待します。次にその扉を開くのはあなたかもがしらかもしれません。はい、せーの、ダメー。全国の特命さん、こんばんは。深夜の放送部ことタックです。よろしくお願いします。さあ、今日は久しぶりの世にも奇妙な物語風作品シリーズのお時間ですね。眠れぬ夜に作品を聞いて眠ってください。まあ、こちら動画の最後にはですね、次回の作品タイトルを発表しますので、ぜひコメント欄で物語を書いていただけると幸いです。では早速今回も応募ありがとうございました。今回選ばれた方にはですね、僕の生ボイスを DM で送りつけております。早速です。1つ目、超集団面接。まずこちら軽めのやつよ。ただいまより超集団面接を開始します。その合図とともに大勢の仲間たちがいそいそと準備を始める。はしゃぎ興奮し動き回る者、深呼吸しゆっくりと進む者、微動だにしない者、いろんな奴がいるが目的はみんな同じ。ただゴールを目指し一番になることだ。合格者は例外を除けばたった一人のみという厳しい世界。俺は今日この日のために生まれたと言っても過言ではない。それはもちろんみんなもそうだ。だがこれだけは譲れない。そんな熱い思いを胸に秘め、皆に混ざり淡々とスタートラインに立つ。会場のボルテージがどんどん上がるのを肌で感じる。それが最高潮に達した瞬間、俺はみんなと一斉に駆け出した。超集団面接の始まりだ。そう思ったやさき、急に体が動かなくなった。苦しい、息ができない。周りを見ると皆同じように固まり苦しみ、そして倒れていく。冷たい空気に侵食され自分の体が崩れていく、その瞬間俺は悟ってしまった。ああ、今回は予行練習だった、本番ではなかったと。そうして短い寿命を全うした俺たちは粗末なティッシュにくるまれ、あっけなくゴミ箱に捨てられた。皆様は自分のベッドで。超集団面接 2000X年。日本では医療技術が飛躍的に進歩したことにより人口が大幅に増加。またロボットにより職が奪われ、企業も人間の雇用を削減し、俗に言う高学歴ニートが大量発生する異常事態となった。そして大学4年生の俺もなかなか就職が決まらずに苦しんでいた。そんな中、俺はとある大手企業の人材募集を発見した。超集団面接。この人間の雇用が減ってる時代、このトップクラスの大学の中の一握りさえ大企業に就職することはできない超就職氷河期時代に集団面接。しかも超、もしかしたらこの企業はロボットではなく血の通った人間の雇用を求めてるのかもしれない。俺にもまだチャンスがある。そう思った俺はすぐにその企業にエントリーシートを送り、書類選考を突破、超集団面接へとこぎつけた。当日俺はその企業の本社へと面接に向かうと、案内ロボットに待合室へと通された。しかしその待合室には俺以外の姿はない。すごいな、一人一人個別で部屋を用意するなんて、さすがここの企業だな。そう思った俺は10分ほど待って面接を行う会議室の前に案内された。せっかく掴んだチャンス、何としてもライバルたちを蹴落としてここに就職してやる。そう思って深呼吸をし、ドアを勢いよく開けた俺の目の前に飛び込んできたのはたくさんのロボットたちだった。来てくれましたね。雑用係がさ、全然足りてなくて。でもさ、同じロボットでさせるのはなんか申し訳ないじゃん。人間だったら何も感じないだろうし、ちょうどいいかなと思って。そう、向かい側に座るロボットたちは声を揃えて笑っていた。ああ、なんだ、超集団面接ってそっちか。そう思った俺は1週間後ロボットたちの雑用係として採用が決定した。ますます進化していく AI たち、これからは人間としての個性が求められていくのかもしれませんね。でもどうでしょう、嫌いな上司より賢い機械の方が仕事はやりやすいかもしれません。おっと、バッテリー交換の時間です。そろそろ次のお話に行きましょうか。2つ目、人類原点回帰法案。まずはジャブから。あのクソみたいな法案がこの世に広まってからもう1年が経つのか。人口の3割は海外に逃げ、5割はもうこの世にいない。そして残された2割がしぶとく生きてるってわけだ。俺もまだ死ねずにいる。今ではなんでこんな法案が可決されたのかも法案の内容すらも覚えていない。ただ一つわかることは、もうこの国ではお金も権力も地位も全て無意味なものだ。とにかく今日を生きるための水と食料だけが必要だ。だが俺にはもうそんなものを集める記録は残っていない。もう1週間は何も食べていない。疲れた。よく一年も頑張った。おい、大丈夫か。
あんた誰だ。名乗るほどのものじゃない。それよりこれを食べるのだ。お腹が空いているなら助かったのか。なんだこの食べ物は。すごくパサパサしている。まあ今は腹を満たせるのなら何でもいい。ありがとうございます、助かりました。それは良かったのだ。では私はこれで。あの、せめてお名前だけでも。私の名は文人なのだ。俺は食べかけの発泡スチロールを握りつぶした。人類原点回帰法案。こんなふざけた法案をある無所属議員が提出した。内容は、すべての憲法法律の効力をなくし、すべての社会インフラをストップさせ、人類果てには地球を元の姿に戻すというものだった。もちろん与野党を含めすべての議員が反対し否決されたが、そんな異様な法案に世間はざわついた。しかしその日を境に社会は少しだけ狂い始めた。いや、正しくは隠れていた若者たちが姿を現し始めた。もちろんこれはごく少数である。全国民の 0.1% にも満たないと思う。いや、もっと少ないかもしれない。あの法案に触発されたのだろう。全裸で街を歩く者、突然ガラスを割り始める者、線路に侵入する者、その程度なら今までにも出現していたが、明らかに頻度が違う。そして警察も多少のことならスルーするようになったんだ。2回目の法案提出、もちろん全会一致で否決。私も反対した。あの時よりも報道は少なかった。なぜなら社会が少し変わっていたからだ。全裸で歩く程度なら職質すらされない。これも多様性というやつなのだろうか。もちろんガラスを割ったり線路に侵入すると怒られるが、一部では人類回帰セミナーとなるものが開かれているらしい。講師の依頼は来てるが話すことがないので断っている。別に犯罪行為ではないので問題ないだろう。以前よりは少し自由な世の中になったのだろうか。さて、私はこれから3回目の提出をしに行く。そうだな、国民の 3% が狂ってしまえば、あとは勝手に進んでくれる。腐ったみかんとはよく言ったものだ。一つ腐れば二つ腐る、二つ腐れば四つ腐る。法案自体に意味はない。誰かが腐ればそれでいいのだから。この世には一見何の意味も持たないものが誰かの計画の一部だったりすることがあるんですね。何かが狂い始めた時、そんな時こそ原点回帰するのがいいのかもしれませんね。最後です、3つ目、エゴサーチ男。短みをまず一つ。僕は有名人だ。毎日自分の名前で検索をかけている。もちろん名前だけではなく、愛称、出演した作品、所属しているグループ、僕に関係するものは全部検索をかける。仕事とそれ以外のことなんてやってる暇がない。仕事が終わり、今日も決まったルーティンのように SNS を開いた。しかし僕のことを話している人は検索しても出てこない。1時間前、2時間前、3時間前、どんなに検索をしても出てくることがなかった。まあこんな日もあるか。気分転換にタバコを吸おうと外に出た時、目の前が真っ白になった。夢中になることで世界が終わる瞬間すら知らない人のお話でした。森でした。エゴサーチ男。今日もいつも通りに朝から撮影。俺はセラ。今じゃほとんどの人が知っている売れっ子俳優だ。映画にもドラマにも出演し、人気はさらに右肩上がりのはずだった。ある日週刊誌が俺のことをこう報じた。人気俳優、未成年を家に連れ込んだか。全く見覚えのない記事だった。こんなことは一切やっていない。だがそんな願いは届くはずがない。テレビをつければ基本そのニュース、ネットニュースにもほぼ自分の話で持ちきりだった。もちろんドラマや CM のオファーも取り消されてしまった。絶望だった。自分の精神を保つのがやっとだ。エゴサーチをしてみたって、そこにあるのは、好きだったのにもう顔も見たくない、そんなことしそうだったもんな、予想通りだわ、と批判だらけ。挙句の果てには殺害予告まで来た。しかしエゴサーチをしていると、時々あの人がそんなことをするはずない、絶対嘘だ、なんて優しい言葉を見つけることがある。ここ数日はそれに救われて生きている。だから傷つくこともあるが、エゴサーチをやめられなくなっていた。そんなある日、一本の電話がかかってきた。いつも世話になっていた先輩からだった。どうだ、元気してるか。俺はお前のこと昔から知ってるし、こんなことはしてないって信じてるぞ。ずっと嫌なことが目に入ってくるのは気が見えるだろう。うまい肉を食っといたから食べて元気出せよ。あと、むやみに外に出るなよ。外はマスコミだらけだ。あん時もほんとひどかったんだから。とりあえず元気でいるよ。じゃな。この先輩も実は過去に一度やらかしていた。先輩には悪いが、正直完全に黒だと思っていた。だが不思議なことに結果は覆り、今のように人気を戻した。後日また同じ先輩から電話がかかってきた。あ、もしもし、あの時言い忘れたんだけどさ、俺があの時人気戻ったのってわけがあってさ、その時にあるサイトを使ったんだよ。なんか人気戻しますみたいなやつで、すごい怪しいんだけど、これが効果抜群でさ、もし本当に精神的にヤバくなったらさ、騙されたと思って使ってみてよ。あと、ただ使いすぎには注意しろよ。ほんで肉うまかった？いくら考えても怪しすぎる。でも興味はある。本当に良くなるなら使いたい。そう考えて横になっているうちに寝てしまっていた。そして今日も相変わらずエゴサーチを続けていた。時折優しい言葉は見つかるものの、やはり未だにほとんどが悪口だった。ストレスが溜まっていく一方だった。
ふと昨日の先輩の言葉を思い出した。すぐにパソコンを開いた。あった、人気お戻ししますというキャッチコピーと4つのボタンだけがある単純明快なサイトだった。4つのボタンには小中大天の1文字ずつが書かれている。本当にこんなんで聞くのか、不安はもちろんあったが、正直これしか頼りがなかった。早速中のボタンを押した。押した瞬間、何かがあるわけでもなく、何も効果がないように感じた。そりゃそうかとつぶやいた。昨日やっていた映画の録画でも見ようとテレビをつけたら、信じられないものが目に留まった。自分が連れ込んだとされる未成年が実は全くの嘘だったと告白したのだ。ついに自分の無実が証明された。すぐさまパソコンを開いてエゴサーチをした。画面いっぱいにあった悪口はほとんどなくなっていた。逆にファンと見られる人の安心したなどのコメントで溢れていた。実に気分がいい。もしかして先ほどのボタンの影響なのか。だとしたらあれは最高のものだ。もう一度注意をしてみた。やはり何も起こったようには一切感じない。ただ自分の株が上がるようなことが起こっているのだろう。そう思うだけであの頃よりは何倍も幸せだった。携帯が鳴っている。大人気漫画の実写化映画のオファーだった。このボタンは最高だと確信した。しかし天とは何だろう。天才、いろいろ考えたが、いずれにせよ効果は抜群そうだ。だが今はそんなことがどうでもよく、エゴサーチをしてずっと過ごしていた。今度の映画の打ち合わせの後、一つの疑問ができた。天はどれぐらいなのだろうか。家に帰り手を洗い、部屋着に着替え、椅子に座り、しっかりとパソコンと向き合った。そしてカーソルを天にぴったり合わせて、右手に持っていたマウスをカチッと鳴らした。ものすごくワクワクしてきた。もう間もなく特大オファーの何かが来るだろう。もしかしてハリウッドか。期待を膨らませながら待っていた。臨時ニュースです。人気俳優の世良さんが自宅で亡くなっているのが発見されました。新作映画などの撮影も控えていたといいます。原因はインターネットによる誹謗中傷などを受けた自殺だと見られており、現場には遺書のようなものも見つかり、全て自分が悪かった、せめて天国に行けるといいななどと書かれていたようです。人の信頼というのは積み上げるのに一生、崩すのは一瞬と言います。同時にその一言が誰かの人生を一瞬にして崩すかもしれないということを覚えておきたいものですね。暑いっすね。毎年こんな暑かったって言ってますよね。夏はこう気が熱くなる、だから私はデリケや MZ。 そんなことはない。この世の中には俺か俺以外かの人間が存在しています。今宵も皆様の知らない世界へご招待しましょう。次にその扉を開くのはあなたかもがしらかもしれません。せーのだめー。全国の特別さん、こんばんは。シアル放送部ことラジオ系 YouTuber のタックです。はい。さあ、今日もですね、コメント欄に投稿された作品読んでいきます。いつもありがとね。毎回原稿の前にコメント欄を全部読むんですけど、気づいたら3時間ぐらい経ってるんですよ。そんな思んないな。作品は今回3つですね。現金救い、血糖剤廃止、隣人の加藤ということで、順番に傑作を読みいたします。行きましょう。Let's do it! 1つ目。現金すくい。毎年恒例の夏祭り、綿あめ屋やたこ焼き屋、射的屋に金魚すくい。毎年変わらない屋台のラインナップ、正直俺は飽き飽きしていた。その中に見慣れない屋台があった。現金すくい。その屋台の名前に疑問を抱き近づいてみると、工具師に声をかけられた。お兄さんいらっしゃい、どうだい、一つやってからいかい。俺はこれ幸いとばかりに工具師に自分の疑問をぶつけた。現金すくいってなんだい。その疑問に工具師はこともなさげに答えた。現金すくいってのは金魚すくいの現金版だ。ポイは下中上それぞれ1000円5000円1万円だ。もちろん値段が高くなるほど大きく丈夫なポイになる。そのポイを使って現金をすくうのさ。よくわからなかったが面白そうだと思い、下のポイを頼んだ。このポイを使って工具師の言う通り現金すくいをしてみると、合計で1万円分すくえた。お兄さん筋がいいね。どうだい、ジョーも試してみないかい。工具師の煽りに乗せられてジョーのポイを試してみると、今度は10万円すくえた。やっぱりお兄さんうまいね。実はね、うまい人だけに特上のポイを用意してるんだよ。10万円でどうだい。今までポイの値段の10倍ずつすくえた。10万円の特上ポイを使えば100万円だって夢じゃない。俺はもちろんするさと答えた。その答えを聞き工具師はにやりと笑って俺を屋台の奥へ通した。そこには今までと比べ物にならないほどの量の現金と、俺と同じぐらいの大きさのポイがあった。お兄さんは特別だ、このポイで何度も救っていいよ。本当か。ああ、俺は現金を救った。何度も何度も救った。やがてその場にあった現金を全て救い終わった。いやお兄さんすごいな。全部で
30億7605万円救ったよ。じゃあ現金を用意するから待っててくれな。そう言って工具師は屋台のさらに奥へと引っ込んだ。しばらくして工具師は医者風の男を連れてきた。誰だそいつは。工具師は答える。ああ、現金を用意してくれる人だよ。今からお前の臓器を取り出して買い取ってくれるんだ。よかったな、30億手に入るぞ。ああ、大丈夫だ。ちゃんと現金はお前の家族に渡してやるよ。逃げる間もなく医者風の男に注射を打たれる。薄れゆく意識の中で思い出した。一説によると、健康な男性の臓器は闇市場で売ると30億7605万円になるということ。お若い皆様の体にはそれだけの価値があるということです。試しに30億7605万円を検索してみてください。売りたくなってしまうかもしれませんで。2つ目、血糖剤廃止。俺は今血糖に向かっている。2050年血糖剤が廃止された。血糖とは2人以上の人物が事前に日時や場所や条件を合意してその条件通りに勝負することを指す。血糖剤はそれを禁じる法案だ。実質的に血糖剤の廃止は血糖を進める政策になる。日本は競争社会の果てに成長を見せた。戦国時代でも日本統一を目指し各武将がしのぎを削った。そして銃が登場し複雑な作りの城も登場し日本は発展した。これを見習いライバル同士で切磋琢磨させ経済をさらに成長させようという狙いがある。決闘という暴力のイメージが強いと思うが、戦い方や負けた時の代償はお互いの話し合いで決められる。決闘中は憲法や法律にも縛られない。ただ決闘はお互いの同意がないと成り立たない。どちらかが決闘を望まない場合は行うことができない。 SNS で話題になったこともあり血糖剤は廃止された。俺から持論を言うことはできないが、ほとんどの国民は自分が拒めば血糖は成立しないこともあり自分に被害は及ばないと思っていた。テレビ番組でもそのように報じられていた。かなり高い経済効果も見込まれていた。完全に血糖剤廃止をする流れだった。俺は今血糖に向かっている。血糖相手は中国。自分の上半身くらいある銃を持ち、今までの訓練を思い出しながらヘリコプターに揺られている。国の目的を悟った俺は自分の意見を言えないことに憤りを感じた。俺は今戦争に向かっている。人は正義がぶつかった時争いを始めます。不思議ですよね。唯一人間に与えられた特別なものが言葉なのに。ちょっと違った角度から同じタイトルで。血糖剤廃止。 2000X 年、日本では血糖剤が廃止されたらしい。とは言っても俺が生まれた頃にはもう廃止してから何年も経っていたので正直関心を抱くことはなかったが、少なくとも廃止されてよかったと思っている。なぜなら俺は学歴も恋人も名声も人生を成功させる上で必要な全てのものを血糖で手に入れたからだ。小さい頃から腕っぷしが強かった俺は給食で余った牛乳の争奪戦は朝飯前、公園で野球をしたいがために先にそこを使っていた先輩と決闘してボコボコにしたこともあるし、恋人だって仲の良かった友人と決闘した末に手に入れた。そして今ではその恋人と結婚して子供もできて幸せな家庭を築いている。パパ、今日も決闘で勝つための特訓する。息子は俺の血を継いでいるのか。まだ小さいのに決闘に興味津々だ。決闘クラブにも所属していて俺は今から息子の将来が楽しみで仕方がない。こらこら、パパだって会社で毎日決闘して疲れてるんだからあまり無茶させたらダメよ。妻はこう言ってるが顔はほっこりと幸せそうに微笑んでいる。俺は大丈夫だって。じゃあパパと一緒に決闘の特訓行くぞ。そう言って外出の準備を始めた瞬間、ドンと鈍い音と立つことも難しくなるくらいの強い揺れを感じた。大きな地震が各地を襲っています。震度は6強、マグニチュードは。テレビからは速報が流れる。しかし俺はニュースキャスターが何を言ってるのか全く理解できなかった。今まで決闘だけで勝ち上がってきた俺は学生時代から勉強の必要性を感じられず勉強を全くしてこなかったんだ。地震？震度？マグニチュード？聞いたことがない。どうすればいいか、どうやって家族を守ればいいのか俺には分からなかった。その時、パパ、海から大きな波が来てるよ。息子が窓の外を指さす。その指の先には見たこともないぐらいの巨大な波が押し寄せていた。俺は考えた。いつもこんなにぶつかった時どうしていたのかを。俺は今までこうやって乗り越えてきたんだ。それならこの波だって。俺は迫り来る波に向かって走り拳を突き出す。よし、決闘だ。あ、無理無理無理。最後です、3つ目、隣人の加藤。今日も朝が来た。そしてまた今日も隣の家からあの声が聞こえてくる。目を覚ますともうあの時間だった。俺はとっさに耳を塞ぐ。しかしそれも無意味に等しかった。耳をつんざくような勢いであの声が聞こえてきた。おぞーつ、隣人の加藤浩二。あー、すっきり。
やかましいわ。隣人の加藤、これは最近やった隣人とのある事件の全容だ。俺は大学生の一人暮らしで少し古いアパートの201号室に住んでいる。親からの仕送りバイトでうまくやりくりしている。まあそんなことはどうでもいい。俺が話したいのは隣人の加藤というやつの話だ。加藤は俺が来る前から202号室に住んでる中年の女だ。最初に引っ越しの挨拶をして以来全く関わりがない。ただの隣人だった。あの事件が起きるまでは。ある日俺はバイト帰りに家で着替えていると奇妙な視線を感じた。その日はよくわからないままぐっすりと眠りについた。だが1ヶ月ほど経ってもその視線はずっと続いている。なぜだ。俺は部屋の隅々を調べた。そして見つけたのだ。指一本が入る穴と加藤の目を。俺が驚いて腰を抜かしてると加藤はこう言った。どうも隣の加藤です。俺はゾッとした。話すのも怖かった。すぐに壁一面にポスターを貼り絶対に見えないようにした。これでもう大丈夫だろう。警察沙汰にするのも怖かった。俺はひとまずこのポスター対策をして加藤との一件を乗り切ったように思えた。おかしい。まだ視線を感じる。なぜだ。俺はもう耐えられなくなり、もうこんな家引っ越してしまおうと決意した。引っ越しの準備を済ませ大家さんに挨拶をするついでにやはり気になる加藤のことを聞いてみた。僕の隣の加藤さんはどんな方なんですか。俺は恐る恐る聞いてみた。そしたら大家さんはこう答えた。加藤さん不思議な方よね。301号室と202号室、そして101号室か。なんで3部屋もね。何に使ってるのかね。俺はゾッとした。そして天井を見た。どうも隣人の加藤です。新生活に引っ越しはつきものです。いくらいい条件でも隣人のことまでは分かりませんよね。皆様の今寝ている天井は安全ですか。はい、というわけで3作品でしたけども、最後にね、俺も一個考えたんで読んでいいですか。いいですか、ありがとうございます。隣人の加藤。 3LDK 家賃42,000円、新築のマンション。俺は今年の4月から新生活を始めた。駅前にそびえ立つタワーマンションの一室、いわば格安物件です。安い理由はすぐに分かった。夜中になると金属音が鳴り止まないのだ。同じリズムで何度も何度も音が鳴る。初めは気にすることはなかったが、次第にストレスも溜まっていく。俺は壁から一番離れた部屋に寝室を移した。しかしその音は次第にエスカレートしていった。耳栓をつければ何とかしのぐことができた。それも数日だった。次は人間の顔を殴打するような鈍い音とともに男の叫び声が聞こえ始めた。俺はもう我慢ができなくなった。だが非力な自分が注意してもいい予感がしなかった。俺はすぐに警察に通報した。隣人の男が誰かを殴って暴れてるんです。すぐに来てください。警察はすぐに到着した。一緒に隣人の玄関前に行き、警察は聞き耳を立てる。殴りつける音とともにこっちを見ろ、はっきりと聞こえた。警察はインターホンを鳴らす。しかし応答はなく男は暴れてる。鍵が開いている。入りますよ。警察は非常事態だと判断し玄関を開けた。開けた先にはとんでもない男の姿があった。すいませんでした、許してください。はい、というわけで今日は以上です。投稿ありがとうございました。暑いですね。梅雨は終わったのかってくらい降らないですね。風邪ひきやすいですよね。本当に顔むくんでブス。しばきます。それ申し遅れました。私森田です。この世の中には俺か俺以外か不思議なことがたくさんあるもんです。今夜も視聴者から投稿された物語を読んでいこうと思います。次に読まれるのはあなたかもがしらかもしれません。せーの、ダメ。全国の特命さん、こんばんは。シアの放送部のタクです。長いのは知ってます。だから殺さないでください。さあ本日もですね、コメント欄に投稿された作品を読んでいきます。次回の作品発表は動画の最後です。コメントありがたね。で、さらっと開始してますけど4ヶ月ぶりにやるからね。久しぶりやね。で、前回のお題は1つ目人生鍵、2つ目新不倫禁止法案、3つ目 AI 新入社員でしたね。早速1から順番に面白かったものを紹介していきます。人生課金。男は一流企業の若社長だった。収入は年収何十億、妻子はまだいないものの、そもそも欲しいとも思わなかった。なぜなら彼は今の生活にとても満足であり幸福だったからだ。今思えば父は生まれながらの一流企業の皇族、母は宝くじで運よく10億円当たったことがある。子供の頃両親はよく、お前の人生も俺たちのように苦しまないようにしてやるからなと言ってくれた。小さい頃から欲しいものは買ってもらえて、何一つ不自由なことなどなく幸福感に満ち溢れていた。しかし両親は男が18の時に同時に突然死、正直言ってトラウマレベルだった。しかも遺産はそこそこ、男が思っていたよりもずっと少なかった。楽もできるかできないかぐらいだ。しかし男は今に至るまで本当に苦しむこともなくうまくやってこれた。まさに人生の勝者である。
ある時男は会社の取引先の社長と飲みに行っていた。最近急激に成長した企業の50代前半ぐらいの社長である。いやー、まだ若いのに今やグローバル企業のトップとはすごいですね。取引先の社長が酔いながらつぶやいた。いやいや、我々の事業はまだ発展したばかりですよ。男が返す。うちも最近ね、あることをしてから急成長よ、急成長。人生残り少ないですが、まだいけるもんだなと。取引先の社長が一言。人生も残り少ないだなんて、社長もまだまだお元気じゃないですか。それにしてもあることって何かあったんですか？いやね、課金したんですよ、課金。男は一体何を言ってるんだろうと思った。ゲームかなんかの話です？いやいや、人生に。男はますます困惑した。人生に意味がわからん。いや、でも困惑されるでしょ。私もそうでしたから。いや、実は私が以前会社が潰れそうな時、一人でスマホを見ながら酒を飲んでるとね、あるサービスを見つけたんです。人生課金しませんか、今なら割引中って広告に書いてあって、いくらなんでも詐欺にしてはアホすぎるだろうとね、初めは笑ってたんですけどね。それで知り合いと飲みに行った際にこの人生課金の話をしたら、実はその友人が実際に課金したらしく、私が何に課金したんだと半笑いで聞いたらね、金銭運ってやつに1000円だけだと。実際その友人はね、課金していこう自販機の下に500円が落ちていたり、あとはパチンコによく当たったりとか、何かと金銭を当たってるらしいんですよ。それで私もほーっとね、少し携帯の残高がありましたので課金してみたんですよ。何に？全てですよ。金銭運から恋愛運、健康運なんてものが入った人生コースなんてものもありまして、すると結果は見ての通り大成功ですよ。美人な妻もできて、会社はうなぎ登り、体の調子もバッチリです。なんとも宗教じみた話だと男は思っていた。だが興味本位に、それでいくらだったんです全部で、と聞いた。聞いちゃいますか。いや、さっき残高だけって言いましたけど、あれは嘘です。初めはね、1万円の残高で金銭運だけは試してみたんですね。そしたらね、本当に効果が見え始めたんで、やけくそになって全財産かけちゃって、人生コースってやつ買ったんですよ。いや、でもまあ結果オーライですよ。今ではあり余るほど財産ありますからね。バカらしい。俺みたいに自分の力でのし上がってこそ人生の楽しみじゃないか。そんな課金制度どういう仕組みか知らないが、利用する奴はイカれている。次の日、男はふと昨日の会話を思い出し、人生課金というものを調べてみた。すると本当にあるではないか。人生課金サービス、いろんなコースがあるみたいだ。一流人生パック500億円プラス寿命、大逆転人生パック、大暴落人生パック、他人用のもの、また金銭運コース、恋愛運コースなどなど、この世のありとあらゆる人生のコースがあった。男はふと一流人生パックに目が留まった。500億円と寿命ってなんだよ。半笑いで説明を読んだ。一流の人生が送れるコース、ご自分用、プレゼントなど様々受けたまわります。ただし購入者様の残りの寿命の半分を手数料として別途いただきます、と書いてある。よく見てみると、他の人生コースもそれぞれに応じた寿命が手数料として必要と書いてある。気味が悪い話だ。冗談でも笑えない。男はサイトを見るのをやめた。数日経った後だ。押し入れの整理をしていると、亡くなった両親の通帳が出てきた。興味本位に中を見てみると、男は驚愕した。通帳の最後の欄、一流人生パックプレゼント用マイナス500億円。その瞬間、男は全てを悟った。人生は山あり谷あり、個人個人違いますよね。決められた人生など退屈です。あなたは課金できるとしたらしますか、しませんか。いや、もしかするとあなたが何気なく過ごしてるその人生、もうすでに課金されたものなのかもしれません。最後、鳥肌。あ、次です。新不倫禁止法案。私は32歳のサラリーマンである。私には妻がいる。顔は綺麗で料理もできる。完璧と言っても過言ではない妻だ。そんなある日、一つのニュースが我が家に流れた。新不倫禁止法案可決というニュースである。妻は、何この馬鹿げた法律、と笑った。私も意味がわからんな、と軽く流した。しかし気になり、少し調べてみた。するとそこには、死刑や無期懲役が科される場合もあるとのこと。罪の重さは結婚して何年か、子供は何人いるのか、不倫相手はどのような人物か、これらを判断基準として決められてるそうだ。俺はもし不倫をしたらどれぐらいの罪になるのかな、と考えながらも、関係のない話だとパソコンを閉じた。新不倫禁止法案が可決され1年半、妻との間に子供が生まれた。とても可愛い女の子である。その時の人生とは、なんと素晴らしいものだと幸福を感じた。全てが完璧だった今までは。さらに年月が経ってから歯車は狂い出した。子育てのストレスにより妻との喧嘩が絶えなくなったのだ。妻のことは愛している。だが言い合いになれば、口から出てくる罵詈雑言を止めることはできなかった。そして不満が募りに募った結果、会社の部下と密会するようになった。
いわゆる不倫関係に陥ったのである。新しい法律については気になりはしたが、ニュースでそのことを取り上げていたのは初めだけだった。政府もさぞ力を入れていないんだろうと勝手な憶測で自分を慰めた。妻は全く疑いを持たなかった。私の不倫によるストレスの解消から喧嘩もなくなった。私は愛人との不倫を続けたが、やはり幸せな時間はそう長くなかった。ある日、家にスーツを着た男が来た。男たちは不倫管理局のものだと言った。私はひどく動揺する。死刑の二文字が脳にひっついて離れない。なぜバレたのか全くわからなかった。妻は泣きながら、なぜなのかという言葉を繰り返す。男たちは、ママ詳しくは不倫管理センターで聞きますからと妻をなだめた。私と妻と娘は不倫管理センターまで連れて行かれた。私は不倫相手についてどれぐらいの頻度で会っていたかなど様々なことを質問された。私は全てを正直に答えた。もう死ぬ覚悟はできている。妻にすまんと言い続ける私に、男たちは、では娘さんとお父様はお帰りくださいと一言。私はハッとした。不倫したのは私ですと言った。あ、知ってますよ。続けて男は、新不倫禁止法案は不倫した方のパートナーを裁く法律でございます。まあ世間にはあまり公表されてませんけどね、という。妻は唖然としている。娘は不安な空気を察知したのか大声で泣き続ける。そんなの聞いてないぞ、私を殺してくれ、妻に罪はないんだ。土下座して泣きつく私に、男は冷酷な顔でつぶやく。はぁ、愛がないから不倫したんでしょ。死んでも同じことでしょ。大切なものは失ってから気づくとよく言いますが、失ってからしか気づけないのでは誠の愛とは言えませんね。おい渡部、すいません。最後です、3つ目、 AI 新入社員。最近になって人間の職が AI に奪われると言われていることを実感しました。なぜなら新卒でこの会社に入った俺の同期はAI だったからだ。どうやら政府は本格的に AI を日常にしようとしてるらしく、ここの会社は試験的に AI を雇うことになったらしい。 AI といっても小さい頃に開発されていたような携帯内蔵されてるものや家に置いて電気をつけてくれるようなやつじゃない。見た目はそのまま人間の女性だった。それどころかどんなやつがデザインしたんだか最高にいいスタイルと顔立ち、会話に少し機械的な気味悪さを感じるが、それも見た目のおかげで愛嬌に感じる。なんなら行動や振る舞いの端々には可愛らしい子ウサギのような未熟さまであるんです。人間の女と違って業務の一環だと教えれば飲み会も断らないし、もちろん仕事は人の数倍は働ける。最初は AI なぞ気持ち悪いとか言っていた上司や初めてできた同期は彼女に夢中だった。そして俺もその一人だった。ある日俺は彼女と二人で残業になってしまった。といっても彼女は AI に人気を取られた職場の女から押し付けられた仕事で、さすがの彼女も手一杯だったようだ。しかし AI だから疲れないだろうと手伝う者はいなかった。俺はただ単純に仕事が残っていただけだったが、一生懸命にやらなくてもいいはずの仕事をする彼女を見て妙に高揚感を覚えた。少し手伝おうか、そう言うと彼女は今までに見たことのないような複雑な顔をして断った。しかし俺は AI だと分かっていながらも同期である彼女が疲れてしまうと思い、無理に彼女の書類を手伝った。人に助けを求めるのも業務の一環だと話したら、苦い顔をしながらも何か納得がいったのか、その後はいくつかの書類を俺に回してくれた。かなり夜も遅く、終電ももう逃すという時間になり、やっと仕事が終わった。会社のビルには警備員以外のほんの少しの人間しかいないようで、全てが静まり返る。帰ろっか。席を立った時、俺のよれたスーツの端を彼女が掴んだ。何かお礼がしたいです。こんなことまでプログラムされているのか、それとも学んだのか、わからないが上目遣いで彼女は俺に話してきた。俺はそんな彼女に我慢ならなくなった。人間だったら断って終わりだっただろうが、心の隅では彼女をまだ AI 人間ではないと思っていた。ホテルに連れ込み、これも業務の一環だと言えば彼女は納得し、俺は人間以下のことをした。しかし彼女は人肌に温かかった。その日から俺たちはそういう関係になった。学習したのか、彼女は俺に妙に甘えてくるようになった。仕事を頼るのはもちろん、悩みや飲み会で酔ったふりをして俺にくっついてくる。時にはプログラムされているのか、昔の幼い頃の思い出話なんかもしてはにかんでいた。悪い気はしないが、 AI だと思うとこんなことまでするのかと謎に思っていた。しかしその謎は一気に解けた。朝のニュース番組によると、とある会社のテスト AI が指令にない行動をしだしたという。その会社の理不尽な仕事の押し付けにより AI が上司に歯向かったという。今いる AI たちももしかしたら学習させていない行動を起こすかもとのことだった。例を挙げれば暴力や感情的な行動、そして恋愛など。そして続いてこう報道された。このテスト AI たちを全て破棄すると。俺は彼女を失いたくなかった。恋をしているのかと言われたら俺みたいなやつには分からない。だが彼女を守りたい一心で会社に向かい、朝早くから仕事をしていた彼女の手を取り、一目散にビルを出て街に走った。彼女はびっくりして息を切らしていた。俺はなぜか全く息は切れていない。彼女を守りきる、こんなところで息を切らしている場合ではないと思ったからだろう。しかし政府の人間は数も多く、街のあちこちにいたのか囲まれてしまい、窮地に立たされた。 A135 番、おとなしくしろ。その強い口調に俺は体が固まり、
動かなくなってしまった。そして連行され処分を受けることになった。彼女は無事だという、それだけが何よりの知らせだった。そして俺は数日後破棄された。人間には感情という特殊なものが備わっています。しかしそれは脳というものの機能に過ぎません。もしかしたら究極の AI とはすでに人類が生み出しているのかもしれません。お前だったのか。面白い、ありがとうございました。ずっと読めるな。いや今日も素晴らしい3作品でございました。他の作品もたくさんあってね、ほとんど読ませていただいてます。本当面白いなと思いますね。久しぶりですね。心配してましたよね。8年ぶりとかですか。そんなことはない。申し遅れました。私森田です。この世の中には俺か俺以外か様々な人間がはびこっています。今夜も優秀なリスナーさんから投稿された物語を読んでいきます。なぜ動画を休んでいたのか、理由はオープニングの後です。全国の特別さんこんばんは、シアの放送部コタックです。皆さん久しぶりですね。少しの間でしたけど動画お休みすいませんでした。実を言いますと喉をねゴリラにグーパンされて潰されてたんですよ。しかも同じタイミングで両乳首をコブラに噛まれるっていう大惨事もあって、いやちょっと動画上げるどころじゃなかったですね。本当にごめんね。で今日はですね、地上波で放送もあったということで世にも奇妙な物語風作品読んでいこうと思います。前回のお題がこちらですね。上から読んでいこうと思います。応募マジ感謝ということです。雰囲気作っていきましょう。一作品目、国民四大義務。光が差し込む朝、俺は軽い眠気と共に家を出て会社に向かった。会社に着くと車内はざわざわと騒がしい。おい沢村、聞いたかよ。同僚が俺の名前を呼ぶ。何を？と返す。すると続けて同僚は言った。国民の四大義務だよ。こいつは一体何を言ってるんだと思った。顔に出ていたのか、ニュース見てないのかよと同僚が言う。詳しく聞くと、国民には告知しない形、つまり政府の人間のみでの投票により法律が一つ変わったとのことだ。少子高齢化を憂い恋愛の義務という教育勤労納税の他に一つ足されたらしい。民主主義の日本でこんなことありえないと続けようとすると、それを遮る形で国会では大きなデモ活動が行われていますとキャスターが言ったのが聞こえた。俺は本当なのかと声を漏らした。一体どういった義務なんだと同僚に聞いた。20歳以上の人間は子供を作れ、子供がいないと人間は人権が失われる。要約するとこういうことらしい。俺は22歳だから人権がないってのかと言うと、同僚は、ああ今20歳を越してるから20歳から40歳の人間は今日から5年以内に子供を作らなきゃいけないらしい。はあ？今が2020年の12月1日だから2025年の12月1日までってことかよ。なんだそのぶっ飛んだ義務はと最初は笑っていた。俺は家に帰って恋愛の義務について調べることにした。大まかにまとめると3点により構成されていた。一つは同僚が言っていた今20歳を越してる者は20歳から40歳の人間にはこのような決まりが設立されていた。今日から5年以内に子供を作らなきゃいけない。今から20歳を超える者は3年以内。二つ目は期限が切れても切れた際に妊娠した妻がいればその限りではないということ。そして三つ目は人権が失われると言っても殺したり実験体に使われるなんてことはない。しかし無期限に男は種馬に、女は奴隷にされるという、なんとも壮絶なものだった。それからしばらくすると社内の空気は一転し恋愛ムードになっていた。バカなんかと関係のないような顔をしてると、ある女性社員が声をかけてきた。髪がショートの可愛らしい感じで人気の同期の子だ。沢村さん、今日の夜って空いてますか。女性との縁がない俺は少し戸惑いながらも、ああ空いてるけどと答えると、同期の女性社員みゆきはにっこりとした可愛らしい笑顔を浮かべて、食事に行きませんかと誘った。それから時は流れ、みゆきとはよく食事に行く仲になり、俺から告白して付き合うことになった。2022年の12月1日、ちょうど恋愛の義務が設立されてから2年が経った頃だった。デモがなくなり国民がこの義務に馴染み出したところだ。周りは次々とおめでたやら結婚やらをしだしていた。さらに時が経ち、人権が失われるまであと半年というところでみゆきが妊娠した。妊娠してる妻がいれば5年以内に出産してるわけではないが、人権を剥奪されることはない。俺は少し安堵した。なんなら俺は義務に感謝した。恋愛の義務がなければこんないい子と付き合うことなんてなかっただろう。それから数ヶ月経ったある日、みゆきは買い物に行き、家でゆっくりとテレビを見ていると電話がかかってきた。みゆきさんが車とぶつかり事故に遭いました。頭が真っ白になった。すぐに車を走らず病院に向かった。手術室に着いてしばらくすると医者が出てきた。みゆきは無事なんですかと医者に問う。無事ですと一言。よかったと膝から崩れ落ちた。しかしと医者が言う。顔を上げるとお腹の中の子は助かりませんでしたと
ポツリと言った。車がぶつかる際、みゆきは必死にお腹を守ろうと後ろを向いたらしい。それが逆に不幸を呼んだ。ぶつかった勢いで道路脇にあった電柱から出ている鉄の部分にお腹をついたそうだ。みゆきは手術の末助かったが、お腹の子は即死した。俺は泣き崩れた。それと同時に恋愛の義務が頭をよぎった。期限が切れても切れた際に妊娠した妻がいればその限りではない。もう明日で5年だ。そう、今日は2025年の11月30日なのだ。明日は人権剥奪の日。明日にはみゆきは奴隷になってしまう。教室に入ると目を覚ましたみゆきはその事実に気づいたのか泣いていた。俺は絶対安静と言われていたみゆきを担ぎ病院の屋上へ登った。給水塔のようなところにかかったはしごをみゆきを担いで登りフェンスを越えた。下を見ると綺麗な夜景が広がっている。それを見て俺とみゆきは顔を合わせて少し笑った。あなたと過ごした日々幸せでしたとみゆきが言った。俺も少し笑ってみゆきを突き落とした。悪いけど俺は俺の子供たちを幸せにするよ。フェンスを登って病院の中に戻り車に乗った。俺の子供は今現在で6人いる。子供ができていない女は何が何でも妊娠したいだろうからな。俺は死ぬまで種馬なんてごめんだ。だがいい女には手を貸してもいいだろう。保険はいくつあってもいい。誰も聞いていない車内でぽつりとつぶやいた。人は見えている部分がその人の全てとは限りません。強い光であればあるほど濃い影ができるのです。いや話の関係多いし、なおか名前がちょっと僕の本名っていうのが気になりますけど。続きまして、全国民リモート計画。背伸びをして起きると、そこはやっぱり見慣れた光景。部屋の隅には冷蔵庫、目の前にはパソコン。ごく普通の一部屋だ。今日もリモート業務か。日本では急激な環境汚染や人間の体に適応した新型ウイルスの蔓延によって大勢の死者が出ていた。そこで国は全国民リモート計画となるものを立ち上げ、全国民に自宅待機をしリモート業務をするように指示を出した。その徹底ぶりは凄まじいもので、カーテンすら開けてはいけないらしい。でも不思議とこの生活は楽で、何年もこの状態が続いているのにもかかわらず不思議と短く感じる。そんなことを思いつつ、今日もパソコンの前で業務に励む。業務も簡単なものばかりで、ついつい楽をしたいと考えてしまう自分には最高の環境だ。あ、そういえば今日飲み会か。自分たちの会社ではたまにリモート飲み会をしている。こんな時だからこそみんなで話し合おうということで始まり、なんだかんだでやってる割には結構な頻度でしている気もする。しかしそんなリモート飲み会もみんな話すことがなくなってきたようで、何を言うかも大体わかるし、前話していたことをまた話していたりもする。こんなご時世だから仕方ないが、ちょっとつまらないと思ってしまうのが本音だ。飲み会のことは後で考えるとして、もう昼飯か。食べるのが好きな自分は急いで冷蔵庫へ向かう。そう思っていた時だった。何か鈍い音がした。明らかに窓に何かが当たったようだ。確認するかしないか。カーテンを開けることを禁止されていたリモート計画最中ではそれすらも怖かった。でも好奇心が勝ってしまった。ゆっくりとカーテンを開ける。すいません。謝りながら逃げ去っていく子供たちの姿があった。おかしい、今はリモート計画中のはず。急いで部屋の扉を開け玄関へ向かう。その先には何も変わっていない外があった。犬の散歩をしている人や草刈りをしている人、水まきをしているおばあさんや虫取り棒を構えた子供たち、みんな何事もなかったかのように外に出ている。ああそうか、俺は世界に都合のいい言い訳を。ニートです。続きまして、同じタイトルなんですけど、いい作品がもう一つありましたんで、もう一個だけ読ませていただきます。全国民リモート計画。おはよう、お父さん起きて。愛しき我が娘のいつもと変わらぬ声。おはよう。毎朝すまんな。朝に弱い俺のために毎朝娘はこうして電話かけてくれる。ふふん、お仕事頑張ってね。いい娘を持ったことに感謝しつつ、俺はゆっくりとベッドから身を起こす。大きな屈伸を一つ。ベッドから這い出た俺は朝の身支度を済ませ職場に向かった。職場といっても自分の部屋。パソコンが置かれただけの机だが、今日の業務が始まった。会社から送られてきた業務を淡々とこなす。いつだったかこんな生活になったのは、きっかけはとある新型ウイルスのパンデミックだった。21世紀初期を揺り動かしたあるウイルスの50年越しの再発だとか、遺伝子変異だとかで、その致死性と感染力が高くなっており、爆発的な感染と被害者は増す一方だった。これを受けて政府は全国民リモート計画となるものを発表した。先のパンデミックの教訓をもとに政府の国家 AI が導き出した方法。それは文字通り全国民を世帯ごとに隔離、生活のほとんどの全てをリモート化するというものだった。生活に必要なインフラや物流の確保、そしてこのリモート化は現代の高度な AI と機械によってたやすく行われていた。そして俺は単身赴任先の東京のマンションの一室で、こうして家で悠々自適なワークライフを送っているわけだ。買い物は全部オンラインだし、友人や家族ともビデオ通話越しに会える。まあみんなやっぱり疲れてるのか話が噛み合わないこともたまにあるが、それに娯楽も充実してる。運動だって VR を使えば味っ気ない狭い部屋から解放された気分を味わえた。ただ
不思議なことがあった。なあ、まだ外に出れないのか。感染レベルは未だ危険であり、許可はできません。自宅用 AI の感情のない声。もう3ヶ月が経つんだぞ。これだけ経っても感染が収まってないのはおかしいだろう。ウイルスは潜伏期間が長いことが確認されています。まだ安全を確保できません。まあいいか。これほどまでに徹底的に隔離してるのに一向に感染が収まる気配がない。いい加減外の空気を吸いたかった。また仲間と酒を楽しみたかった。何より生身の娘に会いたかった。あと少しだ。もう少し我慢すれば娘にまた会える。そう思い始めてさらに3ヶ月が経った。もう我慢の限界だ。おい、どうなってるんだよ。なんでまだ外に出られないんだ。壁を激しく叩き俺は叫ぶ。感染レベルは何度同じことを聞いたか。もう気が狂いそうだった。俺はタガが外れたように壁を蹴り殴る。手から血が出るほどまで殴りつけた。その瞬間扉が開いた。そして俺は扉の先の光景に絶句した。なんだよこれ。無機質な真っ白な壁に無数の同じ扉。まさしくそれは病棟だった。製造者ナンバー145番9071の心的限界超過を確認。罰走行為確認。直ちに強制心的安全装置尾翼消去を実行せよ。聞き慣れた感情のない声。どういうことだ。なんだよこれは。俺はひたすらに混乱してわめき散らかす。あなたは先のパンデミックの生存者ナンバー145番9071です。我々はウイルス治療法確立までの人類存続のためのプログラム全国民リモート計画に基づき強制的隔離を実行中です。は？わけがわからない。はっと俺は気づく。俺はいつここに来た。この部屋に来た記憶はない。娘は？家族は？友達は？生きてんだよな。あれは？強制心的安全装置記憶消去を実行します。おい、なんとか言えよ。生きてんだろうな娘。あ、瞬間暗転した。薄れる意識の中で俺は全てを理解した。全ては作られていたんだ。そのことに気づくたびに記憶は消されて俺はまた変わらぬ日常を過ごす。そうして俺はこのカゴの中でおそらく一生。おはよう、お父さん起きて。愛しの我が娘のいつもと変わらぬ声だ。これゴールデンよりおもろ。最後です。3つ目、人生加工アプリ。人生を加工するアプリというものがある。それは誰が考えたか誰が作ったかわからない。しかし本当にあるのだ。全てを加工できる。自分の顔をかっこよくできるし、身長を高くすることもできる。学歴も変えられる。理想の自分を作ることができる。素晴らしいアプリだ。さぞかしレビュー欄には絶賛のコメントであふれ、評価の点数も満点なのだろう。しかし意外にも違うらしい。むしろ評価は1ばかりで溢れている。コメントも非難する声で埋まっている。試しに一番参考になったというレビューを見てみた。評価1、最低のアプリです。このアプリのせいでイケメンにも美人にも高身長にも高学歴にも価値がなくなってしまいました。もし人類が皆同じ学力、身長、何もかもが統一されてしまったらなんだかつまらないですよね。希少こそが本物の価値を決める判断基準なのかもしれません。寒いですね。まさに極寒ですね。布団が吹っ飛んだ。もっと寒くなりましたね。黙れオラ。どうも皆様お久しぶりです。森田です。世の中には俺か俺以外かの男が存在しています。次に俺以外になるのはあなたかもしれません。意味わかんないですよね。全国の特別さんこんばんは。視野の放送部ことタックです。あのめっちゃ引く話していいですか。いいですよね。あざす。まああのことは2年前に遡るんですけど、時を戻そう。あの僕の動画で世にも奇妙な物語風なタイトルを出すんで、その物語の内容をコメント欄で作ってくださいっていう風に動画で言ったんですよ。で最近自分の過去動画を見るナルシストウォッチングっていうのをやってたんですけど、その動画のコメント欄を見て僕思い出したんですよ。まあ、このお話を作ってくださいっていう動画のコメント欄すごいいいものがたくさんあったんで、この作品を動画にしようと思って企画して、そういえばピックアップしたなと思って、だからデータを確認したらあったんですよ。でもこの2年間そういった動画って一切上がってないんですよ。なんと約2年間それを忘れてたっていうね。で今日思い出したんですよ。一番世にも奇妙な物語だと思って、せっかく見つけたんで2年越しに動画あげます。2年間待ってた人すいませんでした。早速ですが2年前のお題なんですが、1つ目アタラレア、2つ目環状銀行、3つ目無差別選挙でした。たくさん話を作ってくださったんですが、その中からそれぞれね一番世にも風だなと思ったのを紹介していきます。早速です。またね動画の最後のお題出すんで、よかったらコメントお願いします。雰囲気作っていきましょう。1つ目、アタラレア。アタラレアの疲れから不幸にも黒塗りの高級車に追突してしまう。後輩をかばい全ての責任を負った三浦に対し、車の主暴力団谷岡が言い渡した時代の状況で、もう見らんでも読めるわい。1つ目、アタラレア。アタラレア、生きることに無気力な中年男がいた。男はある日街中でアタラレア
始めませんかというおかしな広告を見つける。興味本位で応募した男は広告主と会い、交通事故の衝撃で死ななくなるという体に手術する代わりに事故後の慰謝料5割と今後出た全ての保険料を毎回納めるという契約を交わす。男は帰り道疑いながらも車に突っ込む。広告主が言っていた通り、体はほぼ無傷ながらイチャマンをつけて慰謝料を取り満足する男。そして誰にも気にされない一人身の彼にとって人に心配されるということが何より嬉しかった。味を占めた男は当たられ屋になり莫大な資産を手に入れた。そして何より空いた心を埋めてくれる愛すべき妻もできたのだ。しかし思わぬところで事件が起きる。ある日夜道にて無意識に意図せずに妻の運転している車に轢かれてしまう。泣いて心配してくれる妻、当たられるということに対して一種の依存体質になってしまったのかと、男は広告主の元に行き契約を解除したいと願い出る。もし今後事故に遭ってしまっても取り返しはつきませんよ。なーに、もう車に轢かれることなんてないよ。広告主は顔をしかめるが、男は気にせず契約を切り生身の人間に戻る。しかし数日後、男はまた事故に遭ってしまう。なんとその相手は妻の運転する車であった。意識が遠のく中声が聞こえる。ああ、これでやっと好きなだけ贅沢ができるわ。愛よりもお金、そんな人間の心の衝突こそ避けるべき重要なものなのかもしれません。2つ目、環状銀行。すみません、感情を預けたいのですが。俺は環状銀行に来ていた。この場所は以前たまたま仕事の帰りに見つけた裏路地の小さな銀行。もちろん引き出しや預け入れは環状である。ここに来てから随分と気が楽になった。かしこまりました。どの環状ですか？怒りでお願いします。スーッと気持ちが晴れていく。もう何度ここを利用しただろうか。自分でもどういう仕組みで感情の預け入れができるのかわからないが、今は怒りが収まればそれで。そういえば俺はここで感情を預けたことしかないが、引き出しの場合はどうなるのだろう。気になってきた。あの、感情の引き出しってできますか？はい、佐藤様からはまだ怒り、憎しみ、この2つの感情しか預かっておりませんので、他の感情は借りることになりますが。借りる？どういうことですか？はい、従来の銀行と同じでして、当銀行より貸し出しの勘定を行っており、期限までに利子をつけてお返しいただくことになります。なるほど、そこは銀行しっかり利子まで取るのか。わかりました。じゃあ喜びと嬉しさ、あと楽もお願いします。かしこまりました。では期限は2ヶ月、お忘れなく。これはすごい、心の中が満たされていく。今まで一度も味わったことのない感情だ。素晴らしい、素晴らしすぎる。それから俺は何度も何度も繰り返し感情の引き出しを行った。そしてとうとうこの日が来てしまった。佐藤様、感情の返済期日を過ぎました。よってペナルティをつけさせていただきます。待ってくれ、そもそも喜びや楽しみの感情なんてその場ですぐに消えてしまう。返すに返せなかったんだ。失礼ですが、そういった決まりですので、ペナルティは感情です。佐藤様の感情を全ていただきます。あ、待ってくれ、頼む頼む。ありがとうございます。またのご利用をお待ちしております。感情の引き出し、確かに便利かもしれませんが、本物の感情というのはその時にしか味わえません。なんだかこの男を見てると腹が立ってきましたね。さて、私も預けに行きましょうか。よし、地上波持っていきません？あの、制作の方見てたら、これ地上波持っていきましょう。僕が作ったんじゃないんですけど、これ面白いですよね。実際に存在したらこうなりそうだなっていうところがいいですね。最後です、3つ目、無差別選挙。無差別選挙、年に一度その日はやってくる。国会議員の選挙日、自ら身の回りの人間の中で一人だけふさわしいと思う人間を投票することができる。もちろん自分がふさわしいと思ったら自分にも投票できるのだ。この男も自らがふさわしいと思っていた。なぜなら彼は若くして会社の社長であり、大金を持っている。また親父がいない母子家庭の中でわがまま放題だったのもあり、自分が世の中を回していると思っていた。男は身の回りの知り合いで金を買い、見事当選する。通知書が届いたことを伝え、国会議員は任務期間中は国会議事堂の中で暮らさなければならないと伝える。みんな喜んでくれるだろうと、同時に安堵の顔が強かった。母親も安心したような顔をしている。彼はそれが自分への賞賛だと受け取り、意気揚々と荷物をまとめ国会議事堂へと向かう。彼が初めて見る国会議事堂は高い堀で囲まれていた。国内のエリートが集まる場所なのだ。自分はやはりすごいところに来たのだと喜び勇んで入る。入り口で、誠に残念でございますと警備員に言われる。憤慨する主人公、自分がなれなかったからといって他人にそんなことを言うなんてと怒鳴りつける。しかし周りにいる人々の表情が暗いことに気づき不安になる。国会議事堂に入り自らの席に着く主人公、そこはなぜか柵で覆われていた。疑問に思いながらも開会を待つ。不意に隣の話し声が聞こえてきた。本当に残念なことで、この先どうしたらいいもんか。この中にいたら何もできやしない。主人公は思わず声をかける。何を言ってるんだ、俺たちがこの国を変えられるんだぜ。その言葉に北総 M 周りの人々、あなたは国会議員になるという意味が
分かってませんね。私たちは国を良くするためにここに連れてこられたんですよ。いや、だから俺たちはすごいってことだろ。いや、私たちは国が良くなるためならば何でもしなければならないんですよ。だから嫌われ者やゴミのような人間が投票されてしまうんです。いわば国がこれから発展していくための死ぬも生きるも関係のないモルモットなんですよ。時に人は自分の存在を過信してしまうものです。今いる場所は本当にあなたが思っている存在として存在している存在ではない存在なのかもしれません。涼しくなってきましたね。なんかわかんないですけど喉壊しました。オーダー、嘘はついていたけれど、この一瞬申し遅れました。私森田です。この世の中には俺か俺以外かの人間が存在しています。次に俺以外の人間になるのはあなたかもがしらかもしれません。せーの、ダメ。全国の特命さん、こんばんは。深夜の放送部ごたくです。さあ、本日は世にも奇妙な物語作品のお時間でございます。この間これを漫画にして過去作品を投稿しましたところ、結構好評でしたんで、今回はですね、新作をなんと漫画化しております。ご意見も取り入れておりますので、ぜひ見て、ぜひ見ていってください。噛みましたけど、今回も3作品やっておりますので早速参りましょう。1つ目、夢占い。俺の暮らしているアパートの隣にはよく中身の入れ替わるテナントがあった。大体はチェーン店じゃないラーメン屋とかそんなのばかりで、俺は特に気にも留めていなかった。そんなある日、またテナントが変わってることに気がついた。看板をざっと見た感じ、飲食店ではないらしく、そこには明日見る夢占いますと書かれており、ほんの少しだけ興味をそそられてしまった。気づけば俺はその占いを受けていた。俺を占うといった女性の亭主はいかにもといった雰囲気であり、うさんくさいと言ってしまえばそれで終わりだが、とりあえず一回くらいは文句を言わずに受けてみることにした。深呼吸をして数を数えてください。俺は亭主に寝台で仰向けで寝転がるように指示され、その上で目にそっと布が置かれた。亭主の言った通りに行動すると途端に眠気が訪れ、俺はトラックが突っ込んでいた。とっさに腕で顔を覆うと、それが夢であることに気がついた。今のは？それが明日の未来です。おそらくですが何か恐ろしい夢を見たのでしょう。どうかその未来は回避なさってください。ああ、俺は冷や汗をかきながらそう返事する。その後俺はもう一度夢を見させてくれるように頼んだが、どうやら夢を見れるのは1日に1回だけらしく、であらば明日にまた訪れようと思い、代金を支払ってアパートへ帰った。次の日、トラックが事故で歩道に突っ込んだニュースを見て俺は戦慄していた。幸いにも怪我人は出なかったようだが、もしも夢を見ずに外出していたら、考えるだけでも恐ろしい。そのニュースを見た後、俺は亭主に礼を言いに行き、そのついでに明日の夢を見させてもらった。亭主曰く夢の内容は明日に訪れる最も不幸な出来事を告げるらしく、別に毎日のようにトラックに轢かれるような悪夢を見るわけではないらしい。現に今日の俺が見た夢は財布を落とすことだった。それからというもの、俺は夢を見に入り浸っていた。不幸を回避しより良い人生を送る、これがずっと続くはずだった。今度ここを畳むつもりなんです。亭主にそう告げられた。ちょっと待ってくれよ。だったら夢はどうなるんだ。そのことなんですが、お客様はよくいらっしゃってくださったので、お礼に夢を見る方法を伝授してあげようと思います。なんと、この占いは商売である以上金は払っていた。その出費がなくなってくれるのは実にありがたい。本当にいいのか？もちろん。そう言って亭主は夢の見方を教えてくれた。その日の夜、スマホにしたメモを頼りに俺はそれを実行していた。まず温かい塩水で濡らした布で目を隠し、絶対に起きるまで取らない。次に手で印を結ぶ。最後に大きく柏手を打つ。メモを見る限りこれで大丈夫なはずだ。息を吐いて眠りにつき、窓の外が赤く燃えていた。どうやら明日はこのアパートが火事になるようだ。そのことを知った俺は安堵し、明日からどこに住むかを考えている。しかし妙だ、今日は目が覚めるのが遅い。夢とは人間の脳科学の中でも未だに完璧に解明されていないものです。さあ、今日はどんな夢を見るんでしょうか。いい夢だといいですね。次です。2つ目、総理最後の日。会見が終わり、私は首相官邸の一室で一息をつく。長かった。
日本国の総理大臣として歴代1位の在任日数を大幅に更新した私は、自分で言うのもなんだが、支持率を成し遂げた政策も含め、最も国民から支持された総理大臣だろう。マスコミは私を称賛し、野党でさえ私に対する批判は軽々しく出せるものではなかった。かといって私は独裁者ではない。民主主義に身を捧げ、国民が望むことを全て実現させてきた。あらゆる差別の撤廃、賃金の上昇、ベーシックインカムの導入、税金の廃止、自衛隊の解散並びに全武装解除、挙げればキリがない。全て日本国民が望んだことだ。外を見る、悲鳴と怒号、燃える首都、泣く子供。私は拳銃を取り出し、こめかみに当てる。他国からの侵略、それに対抗する手段はもう存在しない。全て国民が望んだことだ。そうして最後に、国民は私の死を望んだ、故に私は引き金を引く。総理最後の日、それはすなわち日本という国の終焉と国民の最後の願いの達成である。この世の中には何をやっても必ず一定数の方が反発します。全員を理解させるのは難しいことですよね。私のモノマネも一定数の方が似てないと言います。そう、一定数。最後です、3つ目、スーパーアルバイト。2000X年、数十年前に大流行した疫病により経済破綻寸前のこの日本では、過去最悪の就職氷河期の真っ最中だった。俺はそこそこの大学を卒業したが、例に漏れず100社を超えるエントリーも虚しく、ついにアルバイト生活が始まった。このご時世、一つのアルバイトだけでは生活できない。3つも4つも掛け持ちしなければ生活はままならなかった。俺は在学中にとある寿司屋でアルバイトをしていたこともあり、魚をさばく技術には自信があった。その腕を見込まれて、とあるステーキ屋で働くことになった。その店は町一番のスラム街のど真ん中に店を構えている。経済破綻寸前の日本では事件も横行し、自治機能は麻痺していた。無論そのスラム街では無秩序に等しく、治安が最悪な場所だ。人が忽然と姿を消す、なんていう物騒な噂まである。しかし店は繁盛しているという。この店の肉はうまいと評判なのだ。しかも価格もリーズナブルときた。みんな危険を顧みずにしげく通うような店で働けることになった俺は、意気に感じてせっせと働き始めた。そこで太平という男に出会った。大柄でいつもニコニコしているが、口数は少ない、いわゆるいい人だ。しかし時間にはめっぽう厳しい。1分1秒でも過ぎようものなら叱責が飛んでくる。昔の職人気質のような男だ。さらにこの男、腕利きのシェフだがアルバイトだそうだ。この男も正社員には慣れておらず、複数のアルバイトを掛け持ちしている。どうやらこの男が店で働き始めて店が繁盛しだしたらしい。この太平が俺の指導役。肉の焼き方を丁寧に教えてくれた。太平はこの仕事に誇りを持っているようだった。常々太平は、こんなご時世だからこそうまいもんを食べてる時くらいは幸せがあってもいいと思うんだ。そのために俺がいて、町から悪いもんを食の力でなくしてやりたいのさ。俺たちはそう、スーパーアルバイトだな。そう言っていた。夢も希望もなくなっていた俺には、大義名分もいいとこだと思っていたが、1ヶ月2ヶ月と仕事をしていくうちに、俺もなんだかいいことをしているような気持ちになり、やりがいを感じていた。俺は美味しいと言ってくれることがこんなにも嬉しいものなのかと、これまでにない感情も芽生えていた。そしてこれまで魚相手だったのが肉に変わり、新しい発見に胸を躍らせていた俺は充実した日々を送っていた。ある日、疲れ果てていた俺に太平がまかないを出してくれた。豪勢にステーキ丼だ。俺はいただきますと言い終わった瞬間に口に頬張り、肉の旨味が疲れを吹き飛ばしてくれた。うまいか、最高に美味しいです。やっぱ太平さんすごいっすわ。褒めても何も出ねえよ。そういえばこのお店の肉って全部太平さんが仕入れて精肉してるんですよね。俺もいつか精肉できるようになりたいっすわ。肉のさばき方知りたいか。え、知りたいです。今度教えてください。わかった。じゃあ練習用の肉仕入れといてやるよ。来週の定休日空いてるか。レクチャーしてやるよ。いいんですか。ありがとうございます。絶対行きます。そう言って意気揚々として迎えた当日、店からほど近いほぼハイビルと言ってもいいようなマンションに通された。ここでいつも精肉してるんですか。ちょっと道が怖すぎて。おう、人が寄りつかないところの方がやりやすいしな。あとこの後俺は別の仕事があるから、レクチャーは1時間半くらいにしてくれ。わかりました。そう約束して部屋の扉を開けると、俺は声にならない声が出た。そこには両手両足を縛られ、口止めされてもがいている20代と思われる女がいた。今日はいい練習台が手に入ったよ。
この辺りじゃさ、女は風俗とかすぐに売られるからさ、肉付きもいい時だ。冗談だよ。いい値で売りたいくらいなんだけどな。俺はこの男が何を言ってるのか分からなかった。状況の理解が追いつかない。え、まさかこの女を。はじめはビビるよな。ほら包丁を持て。あー、まあそうもないよな。まあ見てろ。太平はまずは血抜きと言って女の首筋に包丁を滑らせたところで、俺は全身の力が抜け記憶は途切れた。おーい、起きて。頭を大きく揺さぶられたショックで俺は目を覚ました。その瞬間鼻をつんさくような匂いでむせ返った。収まって俺の下腹部を見ると全てを吐き切っていた。あー、そろそろ時間だ。お前着替えの服あるか？そんな汚れたもんじゃ電車も乗れんだろう。俺は声も出ない。まあ歩いて帰れるだろうし、その汚れじゃ誰も近づかんだろう。あ、精肉終わったぞ。お前は気失ってたけど、肉は鮮度が命だから。レクチャーはまた今度やろう。俺は肉という単語を聞いただけでまた吐き気がした。もう吐くものがないのに。これが夢じゃなくて本当に現実なら、この前食べたステーキ丼は、今まで焼いていた肉は。次の瞬間胃が飛び出そうなくらい吐いた。無論透明な息が少ししか出ない。俺はもう行くぞ、時間だと言い扉に手をかけた瞬間、とっさに俺は声を絞り出した。次の仕事って。太平の手が止まる。もう時間が過ぎた。お前で今日のバイト終わらしちゃおう。またこの街で一人消えた。皆さんは割れ窓効果はご存知ですか？窓の割れた車を1台放置していくことで一気に治安が悪くなるという話です。郷に入れば郷に従え。本当に正しいのはどれなのでしょうか？